モビルカウンセルの志は、文化という視点を忘れがちな我々日本の自動車企業に対する問題提起であり、その文化的価値においてグローバルに存在感を示せるようになることを望んでいます。マツダスタンドのテーマはまたデザインヒリテージ、デザインの歴史を紹介し、それがどう現在につながっているのか、マツダのクラシックミーツモダンを表現することとしました。そして新しい開発責任者にバトンを引き継ぎたい、新しい開発責任者を皆様に紹介したいと思います。中山雅史です。